ティファニー・バイスはアメリカ合衆国コロラド州出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーはドン・ボルドウィン、デレクト・レントなど。妹はフィギュアスケート選手のブリタニー・バイス。国際スケート連盟主最強議会において4回転、スローサルコージャンプを初めて成功した。2015年8月23日、パートナーのドン・ボルドウィンと結婚した。 コロラド州オーロラに生まれ4歳からスケートを始める。バイスはスピン及びジャンプが時計回りであるため、しばしば多数派である半時計回りの選手と組み、互いに逆回転となる珍しいペアになる。ノービス時代には、後に、シングルの選手として、頭角を表すライアン・ブラッドレートもペアを組んでいる。ジュニア昇級後、ラウレアーノ・イバーラとペアを組み2002、2003。 ISU ジュニアグランプリに参戦、2大会ともに表彰台に上がるが2003年にペアを解散。新たにデレクトレントとペアを結成し、2003年ゴールデンスピンで3位に入る。2005年にトリノオリンピック予選を兼ねたカール・シェーファーメモリアルで3位となり、翌2006から2007年シーズンより ISU グランプリシリーズに参戦を果たす。2007年、 エリック・ボン・パールハイのフリースケーティングでは4回転、スローサルコージャンプを世界で初めて成功させる。2008年全米選手権で過去最高成績の4位となり、4大陸フィギュアスケート選手権で国際スケート連盟主催選手権アメリカ代表に初選出される。2008から9年シーズンをもってトレントが競技から引退。2009から10年シーズンからドン。 ボルドウィンとペアを組み、2010年アイスチャレンジで2位に入る。2013年4月、引退を発表。引退後は、ショースケーターやコーチとして活動していく。ザインサイドエッジ、ムーブツー、キャリゲッツミラーモーティベイテッド国際スケート連盟、エリックハイ2日目、ザインサイドエッジ、ニュービギニングス、グレートフルエンズ。ありがとうございます。